こんにちは、よしみです。いつもチャンネルをご覧くださりありがとうございます。今日は朝から目覚めて外を見るとね、雪がすごい積もってたんですけれども、今はすっかり晴れて、暑いぐらいね、気温が上がってきましたね。朝には偉大な漫画家鳥山明先生の訃報がね、ニュースでありまして、すごくね、こう悲しい気持ちになっておりました。私はちっちゃい頃はね、本当に毎週ドラゴンボールをね、アニメで見るのが大好きで、それをね、ずっと小学校の日記に書いてたぐらいだったんですけど、時は流れて人間っていうのはね、いつかお別れをしなきゃいけないんだなぁなんていうことを感じておりましたが、さて本日もジョジョ見ていきたいと思います。前回はケンゾーとフーファイターズの戦い、いよいよ決着がつきまして、まあ穴水のね助けが入って、まあ、ケンゾーを戦闘不能状態にしたというところでございました。ジョリンは骨を折ってまた新たな戦いに向かうんでしょうか。本日はエピソード19を見ていこうと思います。なんだこのモニターは。ブレイン。ああ。ジョタロね。スピードワゴン財団。一回目覚めたの。英単語。あの修行僧みたいなスタイルが気になるね。瞑想中みたいな。衰弱していくの。と、あ、スタンドが、え、何？無意識？反射的に？あの文字みたいな、あ、ジョリン。なわけあるよ、めっちゃはっきり書いてある。いきなり感動的なシーンだね。久しぶりだわ、ジョータロの声。あ、出てきてる、ジョリン。わかるの、通じてるんだね。このポーズ、エピソード19、緑色の誕生。危ないし、やだよ。小賢しい。何この音楽。トゥンダ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 。従ってる。ピシッ。あ、うん、いきなり展開が、ここでこの展開なんだ。ああ、腕の皮が剥げたよ。待て、もう異様だね。肉体がおかしい様子が。日向ぼっこ、背骨がなんか伸びてる。うん、見るからに恐ろしいね。あ、今回の緑色は FF のことじゃないね。うん、あ、植物系、光合成してんの。花が咲いた。スタンドじゃないの。うん、さっき持ってた骨。
こっちも植物。やば。他の囚人たちも全部あ、骨落ちてる。誰ですか？あ、これは骨の力。あなたは誰ですか？お、やば。ゴーゴーゴー、来てる来てる。もうすでに？あ、ない。さっき一瞬ね。そんなに調べる？もう早速分析してる。この格好、二人の、ああ糸でね、触れた触れた。うわー、来たよー。さっき触ったからね。内側から。ややこしいわ。感染。まあ見たらそんな感じだけどさ。なんとかする？本当？できる？いちいちなんかすごい自信があるけどさ、ナス。うん、光ね。落ち着くらしい。この眼帯の男もなんか怪しいね。何するんだろう。うわ、急激に育ったよ。あ、星のあざ。やばいやばい、これはやばいよ。この緑色の誕生はヨーヨーマ。そういうお話ですか、ここで。胎児のようですね、なんかね。養分を取ってるような。西日になってきてるのね。うわ、これは奪い取ったっていうのよ。絶対にホワイトスネークには渡さない。太陽と逆の方向に進むんだ。落ち着くっていうか引っ込んではいくのかな、今出ちゃったやつとか。さっきの眼帯の男、うん、違う人。サバイバー。そうなのか。クッチョ。なんだかいちいち怖いね、アナスイ。
今の何のボディチェック、違うか。あ、またこのパターンで登っていく。スタンド使いね。面白いヘルメットよ。あ、さっきの。アナスイに何かされたのこの人。なんという攻撃、肋骨、なかなかの残虐性やね。あ、痛いよこれは。な、泣くほど。味方じゃないわけね、すべて。サバイバー。服にめっちゃサバイバーって書いてあったからね。次々と。また変なのが出た。緑色。戦士風の野郎。匂いが恐ろしい。アナッスイそういうの苦手なのね。喋ってる。この椅子におかけください。お靴を磨きましょう。ペロペロ。私の本体、名前はディアンジーですけど。ディアンジー。あ、先ほどの暴力が止まらない。忙しい。あれは緑色な、なんか生き物は。うん、そうよそうよ。ついてきた。なんともへんてこりんな展開に。湿地用ボート。これは苦手。アナスイ、また個性的なキャラ。はい、旦那様。妙よ、すべてが。ちゃんと見張ってるうちは。FF。何が起こったし、何が起こるの。いや、なかなか今回怒涛の展開じゃなかったです。登場人物も一気に多かったですよ。もう今でもね、ちょっと頭混乱状態ですけど。でまずですよ、骨を持って逃げた小男から、途中いろんなものが植物になる状態に入り込んで、それは骨の力ってなった後、緑色の小さい生き物の登場、そして先週の男の登場、それからサバイバースタンドを使っていた男の勝
状態が明かされ、最終的に一番最後に召使い状態になってた緑色のスタンドは骨を持って逃げた小男のスタンドで本体を探すというね、その役目を追った FF が早速攻撃されてると、なんか怒涛の忙しい展開でねございまして、ここからは懲罰房から脱出して湿地帯に、バトルフィールドが移ったのかなっていうところなんですけど、緑色のね生物、なんか星型のあざがこの辺にあったので、何ディオガラミっていうところが気になるところですし、ちょっとね今は何がどういう状態でこうつながっていくのかまだ見えてこないところですけれども、こちら側にはアナスイがいますからね、いつでも冷静で、全部分析もしてくれて戦っても強いアナスイですから、心強い味方なわけですね。もうちょっと忘れそうになってましたけど、最初こそジョータロウのねこう無意識状態での、ジョリンへの思いっていうね感動的なシーンで始まった今回のエピソードでしたけど、あれよあれよという間にバタバタと過ぎていってしまいました、さて次はどんな展開が待っているんでしょうか。それでは次のリアクション動画でまたお会いいたしましょう。それでは本日もチャンネルをご覧くださり誠にありがとうございます。皆様のグッドボタンやコメント、チャンネル登録のおかげで動画を更新できています。メインチャンネルでは様々な歌ってみた動画や弾き語り、 Apple Music、Spotify、その他配信サイトでは作詞作曲、編曲、すべて自身で行ったオリジナル曲を配信リリースしています。 Twitter、Instagram もチャンネル概要欄からぜひフォローしてくださいね。お待ちしております。